風呂屋さんの仕事も結構危ないんですね。今は何してるの？なんていうか、ちょっと休憩中。あ、そうだ。あの銭湯で働けば？求人してたっぽいし、なんかのんびり働けそうじゃない？私もたまに行ってるから、私も通う楽しみが増えるし。ご覧の通り、閉店後はここはこんな感じで使っててね。なんで東大まで行ってる人間が銭湯でバイトなんかしようなんて考えるんです？それを不思議に思ったのは田中さんだけじゃありませんよ。東大なんでしょう？うん、まあやっぱあれっすか、風呂が好きなんすか？うん、そうだね、そう。だからてめえが今巻き込まれてることがどんだけやべえことが分かってねえんじゃねえかっつってんすよ。こんな仕事しててね、実家に住んだままとか新しく女作るとかマジありえないっすからね。わかりました。